こんにちは、お疲れ様です。今ね、副業でパソコンを使ったビジネスって結構あるんですけども、家族が反対する例はありますよね。確かにね、私みたいな顔出し YouTuber やってると家族が嫌がるっていう、そういったのも分からないでもないんですよ。でもこれはね、今までも似たようなことってあったんじゃないかなというふうに思うんですよね。今日はそんなことをお話ししようかと思います。さあ、どういうことかっていうと、例えば自衛隊っていう仕事あるでしょ。自衛隊っていう仕事は国を守る大切な仕事なんですけども、自分の家のご主人やお父さんがね、自衛隊員で、それで喜んでいる家族っていうのは実はそんなにないんじゃないかなというふうに思うんですよね。というのが、この国で最も命の危険にさらされる、しかもそれを職業とする、そういったものっていうのは自衛隊っていうのがね、すぐに浮かぶと思うんですよ。災害救助の現場に行っても、食べるものも食べれずに、それこそいつまで続くかわからない任務に自分の命をね、かけていくわけなんですよね。そう考えていくと、世のため人のためはわかるんだけども、家族のためっていうのが抜け落ちちゃう場合があるんですよ。そういう意味で、お父さんとかね、ご主人が自衛隊員で居続けることって、どっかで家族の不満が爆発するときってあるのかもしれませんね。当然軍事機密ってものありますけども、私の知り合いにね、海軍がいるんですよ。で、海軍の潜水艦に乗るときって家族にも知らせられないんですよ。だから急にいなくなるらしいです。で、半年後に急に戻ってきて、任務だったんだって後から教えられるみたいですね。寂しいみたいですよ。それからね、女性でもそうなんですけども、合法的で儲かるからといって、じゃあ自分の娘さんとか奥さんが性風俗産業で働くことを言っておいでよってなかなかならないと思うんですよ。で、理屈はわかるけども、でもね、反対する方が多いんじゃないかなと思います。それと同じような感覚で、ネットビジネスでの副業を反対するって方もいるんじゃないかなと思うんですよ。言ってみれば、その程度のことなのかなと思います。その程度ではどういうことかっていうと、今まで起きていた問題の一つですよってことですよ。だから本人にとっては重大な問題だと思いますんでね。そのことについてその程度って言ってるわけではありません。ただ、私も、このネットビジネスの専門家として言わせていただければ、最初の交渉ごと、最初のビジネスは家族にどう OK って言ってもらえるかどうかってことなんじゃないかなと思います。家族に OK って言われてないものがお客さんに OK って言ってもらって商品売れますかっていうふうな問いかけをすることはありますね。でもあれじゃないですか、家族に反対されながらでも期限を決めてやらせてもらうとかね、ちゃんと目標と辞める条件を明示してやらせてもらうっていうふうなことで一定期間できるものあるんじゃないかなと思います。究極は家族は反対してもね、ネットビジネスで月収100万達成した瞬間に応援してくれます。だから一刻も早く稼ぎましょうということで、今日のオチにさせてもらいます。お疲れ様でした。